皆さんこんにちは。テレビハムラの時間です。東京都では緊急事態宣言が発出されています。引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めましょう。さて、ハムラ市でも新型コロナワクチンの接種が始まっています。ワクチン接種の手順や接種後の注意点についてご案内します。新型コロナワクチン接種の手順をご案内します。ワクチン接種には必ず予約が必要になります。予約を取ってから会場へお越しください。羽村市の接種会場はスポーツセンターです。スポーツセンター接種会場専用入り口へ向かってください。スポーツセンター正面入り口からは入ることができませんのでお気をつけください。入り口から入ったらまずは手指消毒をお願いします。受付で本人確認を行いますので、接種券、予診票、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示してください。予診票はご自宅で記入したものを持ってきてください。その後、非接触体温計で体温を測定します。係員が予診票に体温を記入します。予診票の記入漏れがないか看護師が確認します。質問などがある場合は申し出てください。予診票の確認を終えたら、係員の指示に従い番号札を受け取ってください。順番にお呼びしますので、番号で呼ばれるまで座ってお待ちください。医師による問診などを行い、接種を受けられるかどうか判断します。場合によってはその日に接種できないことがあります。基礎疾患のある方や過去にアレルギー反応を起こしたことがある方などは、事前に必ずかかりつけ医にワクチン接種が可能か相談の上お越しください。医師による予診が終わった後は接種を行います。呼ばれるまで接種待機席でお待ちください。接種室に案内されたら、係員の指示に従い、接種に同意する場合は予診票の同意欄に署名をし、肩を出した状態で看護師が来るのをお待ちください。接種は肩に行いますので、肩を出しやすい服装でお越しください。過去に予防接種や採血などで体調が悪くなった方は、横になって接種することもできます。接種日は激しい運動を控えてください。また、お風呂に入ることは問題ありませんが、強くこすったりしないようにしてください。接種後は係員が来るまでお待ちください。予診票、接種券、お持ちの方にはお薬手帳をお返しします。接種券の右側には接種を受けた日付や場所、ワクチン種類などを記載した接種済証を貼り付けてあります。接種したことを証明するものとなりますので、大切に保管してください。またタイマーをお渡ししますので、係員の案内に従って
接種後経過観察ブースで待機してください。接種を受けた方は少なくとも15分間会場で待機が必要です。また過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を引き起こしたことがある方については30分間会場で待機が必要です。タイマーが鳴ったら出口でタイマーと予診票を提出してから帰宅してください。コロナワクチン接種前後2週間は他の予防接種を受けることができません。1回目と2回目の間に別の予防接種を行わないようにしてください。また予約が非常に取りにくいことが予想されます。希望するすべての方が順次ワクチン接種を受けることができますのでご安心ください。新型コロナワクチンを受けた後の注意点についてご案内します。ワクチンを受けた後は15分以上接種会場で座って様子を見てください。過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や採血などで気分が悪くなったり失神などを起こしたことがある方は30分ほどお待ちください。接種後すぐに現れる可能性のある症状はアナフィラキシーと血管迷走神経反射です。アナフィラキシーは薬や食べ物が体に入ってから短時間で起こることのあるアレルギー反応です。蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。起こることは極めて稀ですが、接種後にもしアナフィラキシーが起こってもすぐに対応が可能なようワクチンの接種会場や医療機関では医薬品などの準備をしています。血管迷走神経反射はワクチン接種に対する緊張や強い痛みをきっかけに立ちくらみがしたりする症状です。倒れて怪我をしないように背もたれのある椅子に座って様子を見てください。接種日当日は激しい運動を控えて接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は問題ありませんが接種部位を強くこすらないようにしましょう。接種後数日以内に現れる可能性のある症状は次の通りです。インフルエンザなどのワクチンより痛みが強いと感じる方もいます。これらの症状の大部分は接種後数日以内に回復しています。疲労や関節痛、発熱など1回目の接種より2回目の接種の方が頻度が高くなる症状もあります。接種後に副反応が見られた時の相談先は東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センターへ。ワクチンの効果や副反応などワクチン全般に関することについては厚生労働省コールセンターへ。羽村市のワクチン接種に関することは羽村市コロナワクチンコールセンターへ問い合わせてください。ワクチンを受けた方は新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが他の方への感染をどの程度予防できるかまだ分かっていません。ワクチンを受けた後も3密の回避、マスクの着用、手洗いなど感染予防対策の継続をお願いします。ご覧いただいた映像の中でも紹介しましたがワクチン接種は希望されるすべての方が受けることができます。今後も順次ワクチンが供給されていきますのでご安心ください。続いては羽村で採れた旬の農作物と素敵な農家の皆さんを紹介する羽村農業の輪のコーナーです。今回は中根亮太さんのお花を紹介します。旬の農作物と素敵な農家の皆さんを紹介する
羽村農業の輪。今回は中根亮太さんのお花です。今日は中根亮太さんのビニールハウスにお邪魔しています。今回は花いっぱい運動でも使われるお花を見せていただけるということで、とても楽しみです。早速行ってみたいと思います。こんにちは。あ、こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。あ、すごいお花、すごい可愛いお花がいっぱい並んでますがありがとうございます。はい、こちらのお花は何というお名前のお花？ベゴニアっていう品種になりますね。ベゴニア、はい、色とりどりですが、はい、ここにはどのぐらいのお花が咲いてるんでしょうか？ここだけで4000ちょっと咲いてます。4000、はい、4000ちょっと、すごい。でこのお花は、花いっぱい運動にも使われると。そうですね。じゃあかなりの量なの で、あの運搬されるのもすごい大変なんじゃないかなと、はい、はい、思うんですけれども、じゃあその日はもう朝からですかね。そうですね、朝4時から。4時から、はい、大変。家族総出で配達してます。わあ、ありがとうございます。これより大きくなるんですか？なりますね。もうなるんですか？もうあの下の土が見えなくなるぐらいまで大きくなります。すごいですね。あと10日ぐらいで出荷なんですけど、はい、その頃にはもう多分ほとんどが土見えなくなるぐらい大きくなっちゃいます。10日でそんなに？10日ぐらいで。すごいですね。またちょっと今思ったんですけど、この葉っぱのこの、はい、なんていうんでしょう、周りが赤っぽいんですけど、はいはい、これってなんかこの、これも赤はそうなったりして、はい、ピンクはなってなかったり、なってのもあったりで、こう色によって縁取りもちょっと違ったりして。いや、こちらのビニールハウスの他にもお花ってあるんですか？はい、そうですね、あと1、2、3ハウス分花が満杯に入ってますね。じゃあちょっと体験をさせていただいて。はい、はい、じゃあ、まずはこういう咲き終わった後のつぼみの部分なんですけど、はい、これちょっと葉っぱをかき分けてあげて、はい、爪で根元からブチッと。お、はい、ありがとうございます。じゃあどこか取れそうなのありますか？どこかな。これも取ります。お上手ですね。 ありがとうございます。褒められました。基本的にお水をやるのって1日1回でいいんですか？もう本当基本で天気とか気温とかにもよるんですけど、はいはい、やっぱ基本的にはその表面が乾いてきたらあげてあげた方がいいですね。あ、そうなんですね。濡れてる時にやっちゃったら、そっからもう根っこが腐っちゃったり、うん、水分多すぎて、そういうのもあるんで、あげすぎも良くないですね。へー。で、あのお水以外で、はい、なんかあのちょっと1ヶ月に1回とか、はい、なんかこういうのあげた方がいいよとか、そういうのあるんですか？プランターとかに植えて、はい、2週間ぐらい経ったら肥料をちょこんと乗せてあげた方が、はい、そこからの育ちも良くて、いいですか？はい、いいですね。じゃあお水と肥料と、はい、であとは適度にこう日光とかに当ててあげれば、はい、結構持ちます。あと 風当たりとかも大丈夫。ちょっと頑張りますね。頑張ります。じゃあまずあっちの、じゃあ、 あのこちらのビニールハウスで咲いてるお花、はい、こちらのお花は何というお花ですか？これはマリーゴールドっていうお花ですね。マリーゴールド、あ、はい、かわいい。ここもまたいっぱい咲いてますけれども、はい、こちらには何鉢ぐらい？このハウスだと5500ぐらいで、もうあっちのハウスにもちょっとあるんですけど、それ合わせて9000ちょっとあります。9000、はい、すごいですね。種を植えられてからどのぐらいで？これ種まいたのが3月中旬ぐらいで、はい、で1ヶ月後ぐらいに植え始めて、一鉢に3本ずつ植わってて。あ、3本植わってるんですか、はい、これ。あ、じゃあもう種をまかれたのはもう中根さんが種を。はい、そうですね。あ、じゃあ種から育てられて、はい、2ヶ月で。いや、これもまだまだ大きくなります、ね、これもまだまだなりますね。うわ、すごい。10日後にはもうここ全部が黄色と赤とオレンジでいっぱいになりますね。じゃあもうお花がこれからもうどんどん咲くような感じなんですね、はい、マリーゴールドはキク科の一年草で、鮮やかな花を長期間次々と咲かせます。品種も多いので組み合わせで多くのバリエーションを楽しむことができます。線虫などの害虫や
虫よけの効果があると言われているので、花壇はもちろん家庭菜園の周りに植えるのもおすすめです。ちなみにマリーゴールドという名前は聖母マリアの黄金の花という意味です。じゃあ今日はたくさん見せていただいてありがとうございました。全然大丈夫です。ありがとうございます。最後にちょっとお聞きしたいことがあって、お花とかいろいろ育てられる上で何かこだわってるポイントとかそんなことありますか？やっぱりお花とか、まあ、野菜もそうなんですけど、やっぱり一番大事なのは土が大事なんで。土が大事、はい、やっぱその土作りを自家製の堆肥使って、はい、自家製の堆肥、はい、羽村市の公園からいただいた落ち葉から、はい、もうその土から羽村のもので作ってますね。すごい、はい、そこはもうこだわりですね、はい、やっぱり水の管理とかも大事なんで、やっぱり自分のご飯よりこっちのご飯が優先で、はい、すごいお花優先、皆さんがご飯食べてるぐらいにこっちのご飯やってるともうおやつの時間ぐらいになっちゃってたり、ね、やっぱりお花優先で動いてますね、はい、すごい、もうだからこんなに可愛くこう綺麗に咲くんだなっていうちょっと理由が分かりましたこだわってらっしゃるポイント。じゃあ今後、はい、こんなことやってみたいなとかそういう計画なんかあったりしますか？まだ収納してそんなに立ってるわけではないんで、はい、でようやく仕事もだんだん覚えてきて、なので今よりもう少し数を増やしたりだとか、うん、品種を増やしたりだとか、うん、そういうことに挑戦できていければなとは思っています、はいはい、じゃあこれからもっとたくさん素敵なお花やあとは美味しいお野菜など、はい、出会えることをとても楽しみにしてますので頑張ってください、ね、はい、ありがとうございます、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。羽村市農産物直売所では旬の朝採れ野菜をお買い求めいただけます。ここからは番外編です。実はなんですけど、はい、羽村市の激辛フェスというものに使われている唐辛子をうちで作っておりまして、はい、唐辛子、はい、中根さんがお作りになってるんですか？はい、わあ、それを見せていただくことができますか？あ、ありがとうございます、はい、やった。わー、はい、これがその唐辛子。まだ植えたばっかなんでちっちゃいですけど。うわー、すっごい。ここからもうどのぐらい大きくなったら、多分こんぐらい大きくなりますよね、最後収穫するのは。そこにその激辛の唐辛子がなるんですね、はい、うわ、もうこの時点でなんかちょっと辛さを感じることとかそうですね。 YouTube でテレビハムラを見てみよう。テレビハムラで放送した番組を YouTube ハムラ市公式動画チャンネルで配信しています。 YouTube ならパソコンやスマートフォンから好きな時に好きな場所でテレビハムラを見ることができます。過去の番組も配信しているので、番組を見逃してしまった時やもう一度見たい番組がある時もとっても便利です。さあ今すぐ YouTube でテレビハムラを見てみよう。続いての話題です。4月23日金曜日に羽村市動物公園でアミメキリンの小町に待望の赤ちゃんが生まれました。貴重な出産の様子や生まれたばかりの赤ちゃんの様子をたっぷりとご覧ください。今日だったか、割れちゃってましたよね。うわ、破水した。10時13分、4月23日に生まれました。女の子ですね。妊娠してるって確定を持ったのは去年の夏ぐらいで、そこから、まあ、過去の、データを見返して、まあ、いつそのオスと、まあ、交尾したらいいとかを、まあ、計算して、まあ、逆算して、まあ、いろいろ候補日を作ってたので、まあ、分かったのは去年の夏ぐらいから準備の方が始めました。450前後で生まれているので、これが480とかさらに1ヶ月伸びちゃうと、まあ、長いかなっていう、逆に1ヶ月早いと短いかなっていうかなんですけど、前兆というものがなんかまあなかったらしいんですけど、
まあまあ、ちょっとその時の担当がなんかちょっと嫌な感じがしたということなので、まあ、普段であればあの広い方に出してたんですけども、まあ、狭い方に、まあ、しまった直後だったと聞いてるので、産室中の部屋を、準備を完璧にしたので、中で外で産んでしまうと、あの、まあ気温差だったりとか、その赤ちゃんが立ち上がる時にあの空間が広すぎると、まあ、転んだりとかいろんなリスクが考えられるので、まあ、寝室にもう下にもう敷きわらをたくさん敷いてあったのあるので、まあ、その方で産んでくれた方が、であと夜間もまだ寒い時期なので、あれはあの暖房器具とか揃ってる部屋で産んでほしいというので、まあ、あの状態からしまってもらうという感じです。そうですね、前足から出始めて、だいたい前足の膝ぐらいで、あの頭も一緒に顔も出てくるんですよね。で出てきて、まあ、人間と肩が外れ、あの肩が抜けた後に、まあ、胴体までいった後はもうスルンと出てくる感じですね。頭出るね。今回の子は動くまでが時間かかったかなとは個人的には思ったんですけども、ただちゃんと呼吸とかそれの動きは見れたので、まあ問題はないかなと思うので、はい、首もすぐ上げてくれたので、あれはまあやっぱりベテランママさんので、もう毎回毎度毎度やっぱ赤ちゃんが立ち上がるまでこう、まあ体を乾かすのもあるんですけど、やっぱお母さんの人なめ人なめで全然子供がそういうパワーをもらってるのがそういう見てて分かるので、それはさすがにやっぱり小町がもう分かってる対応をしてるなっので、その辺はもう全部任せてる感じですね。
生まれてから、大体2時間ぐらいですかね。ちょっと昼過ぎぐらいに立ち始めたので、はい、まあ、早くはもうすぐ立ったりはするんですけど、まあ、大体まあ平均的というか、まあ、立ち上がるだけのまず体は揃ってるという、まあ、安心材料ではありますね。頑張れ。だいたい今回のがちょっと小柄なサイズだと思うので、165前後ぐらいかなという印象がありまして、しばらくは中にしまってる状態にして、でまあ、あとこの、まあ、春の時期に産んでくれたので、まあ、気候がいいので本当に生まれてから4日目ぐらいには外に1回出したりとかして、今も練習というか慣れた練習を続けてる感じですね。やっぱ最初はもう怖がっちゃって、全然もう部屋から出ようともしなかった。小町が外出ては迎えに行ったりっていう仕草を何回も繰り返して、で我々もああ今日は無理かな、まあ、ちょっとこう外の空気を吸えたかなと思って読みようかなと思ったら、急に小町と一緒にべたりつきながら外出てきてたので、まあ、その後はもう回数重ねると思うので普通にもう分かって外出れるっていうのは分かってるみたいで遊んでますね。小町が歩ければついていくっていう感じですね。多分まあ本来まあ普通の草食獣とかでもやっぱ親のようにべったりくっついて歩くっていうのがあるので、まあ、これが慣れてくると多分自分で単独で動いて、まあいろいろ遊んだりはしていくとは思います。そうですね、丸3年経てば多分もう小町とほぼ変わらない高さになると思いますし、多分1年経ってやっと小町のまあよりかはちょっとちっちゃいかなぐらいまでいくと思うんですけど、名前は一応考えたら、まあ飼育員のスタッフが考えたのを、まあ従来までいつもやってるお客様に投票してもらいたいなとは思ってるんですけど、まあ、やっぱこのまあこの時世というかあれなので、まあ前回のツイッター投票っていうのを初めて試みたので、まあ、それでやるのも一番まあそのリスクというか、まあそういう防や感染予防みたいな感じでもできるのかなと思うので、さて今週最後は羽村家族プロジェクトの一つとして行った家族写真撮影会に参加してくれた家族を紹介します。今回はジョシュアさんファミリーです。今週もテレビ羽村をご覧いただきありがとうございました。